バラブラリー、いよいしょ。さあ今日はですね、筑紫野市にやってまいりました、はい、ありがとうございます。朝倉街道駅ですね。なるほどね、初めて来ました僕。結構お店とかいっぱいあるんだよね。そうなんですよ、結構目の前の通りがね、お店多い。いや今日もつけてきてますから。あ、出ました、シェブロンビーズね。シェブロンビーズ、はい、どうですか、あれからプライベートとかでつけて、はい、皆さんの反響は。あ、一応会う人全員にどうしたんですかっていうのはご意見いただいてます。魔除け感が強いみたい。確かに、うん、ちょっとさりげなくね。確かに。パラシュート部隊の2人が福岡の魅力を再発見する旅企画、パラブラリ。じゃあちょっと巡りますか、はい、今日はカルタ作業ですね。作業、作業でいきたいと思います。了解です。はい、人もね結構多いんだよね。そうなんですよ、これ知らんかったな、この辺。あ、早速なんか、あ、これカフェか。あ、コーヒーって書いてある。クロッフル、あ、クロッフルね。バスクチーズケーキ、いいよ、おしゃれ。ちょっと許可取っていきましょうかね。はい、すいません、ももちはまスターという番組で覗いていいですか。あ、いいですか。訪れたのは朝倉街道駅すぐそばにあるカフェ、エレファントコーヒー。あれ、ちょっと待って、あれ、ネックレス、ネックレス、ちょっと出してもらっていいですか。はい、結構レベル高いね。パーツが多いね。パーツが多いね、なんか、ま、負けた感があるね。でも先生、金属。あ、ダメダメ、アウト。金属、かぶれちゃう。ここもかぶれてんだから、まだまだかぶれてるんだよ。かぶれオンエアすんな、お前。かぶれてんだからいいよ。え、これなんですか。これエスプレッソマシーン。でかくね、これエアコンじゃないですか。エアコンよ。でかでかいね、おしゃれやね、しかも、ね、ここといったら売りは何ですか。ここはスイーツだとバスクチーズケーキ。クロッフルっていうのは何ですか。クロワッサンをワッフルの機械で閉じて焼いたものが流行ってるよね。どうしよう、俺でもやっぱコーヒーを飲みたいですよね。こちらですね、コーヒーと、うん、こちら一応人気はエレファントラテです。あ、じゃあお兄さん、僕らにこう、うん、合いそうなコーヒーを、うん、コーヒーと、はい、やっぱじゃあ、俺クロッフル。お、じゃあ私はバスクね。はい、かしこまりました。早速世界最高峰のエスプレッソマシンでパラブの2人それぞれに合ったコーヒーを抽出。します。お待たせいたしました。はい、こちらクロッフルとカフェラテです。こちらバスクチーズケーキとブラックラテでございます。わあ、合わせて選んでいただいたんですね。はい、うわ、これはすごい。え、これ何？これ何の白なんですかこれ？白はミルクで。普通黒を聞くやん、最後。黒はコーヒー。え、黒はコーヒーなんですか？黒の方がエスプレッソと竹炭を混ぜた。竹炭ね。だって真っ黒やん。確かに、いや黒いなと思って。コーヒーゼリーみたいやね。美味しいですよ。ごめんね、おじさん気遣ってもらって。学生さん。はい、学生です。おー、どこの？太宰府の日本経済大学。おー、大学生。はい、サークルとか入ってんの？吹奏楽部に。あ、そう。え、パー、何？今バスクラリネットっていうちょっと大きめのクラリネット。パパからもらった？クラリネット。パパです。本当のパパね。ごめんね、なんか。やっぱおじさんになると若い子と話したくなるね。そうだね。すいません。ちょっとじゃあこの竹炭の竹炭、はい、美味しそう。ブラックラテいただきます。お、うわ、すごっ。うまい、マイルドだしちょうどいい苦みやね。へえ、うまい。俺もいいですか。じゃあこれがカフェラテ。そうです、こちらカフェラテ。へえ、いただきます。あ、おいしいわ。あ、そう、うん、結構後でしっかり苦みがくるんですね。最初こう牛乳のマイルドな感じで、おいしい。そしてこのバスクの断面いいですね。一つ一つ焼き上げてます。ごめんなさい、ちょっといいですか。でも女子じゃないんだからさ。いや、インスタ女子が見てるから。いや、インスタってチェックマークついたら誰が見てるとか調べれるんですけど、うん、調べたら 80% 40代の男しか見てない。
3万人の40代のおじさんが見てる。すごいな、おじさんの軍勢で言ったらまあまあよ。まあまあよな、うんうん、いただきます。お、あ、この上の部分はあれですか、中はもうあれですね、とろりとしてますよね。うまいわ、ねっとりとしてるね。うまい、チーズケーキが濃厚で、これはもう手でいっちゃうんですね。はい、クロッフル食べてみ。いただきます。うん。これ最初みんなこうなるの、サクサクやん。そう、生地完全クロワッサンなんでね。で、中はこう、お風呂がしっとりしててでも、コーヒーに合うね。コーヒーに合う、コーヒーに合うものが置いてあるね。はぁ、でも、サークルが吹奏楽部でしょ、はい、いや、うちもね、やっぱ結構楽器使いがいてね。早いな、今日。彼なんだけど、大正ごとっちゅうのやってんのよ。せっかく音楽やってんだったら、ちょっとお返しにね、うん、そうだね、ちょっと奏でてもらおうかなって、うん、いい、はい、彼は失敗したら即終了というルールでやらせていただいてるんで、ちょっと聞きながら。 OK、 それでは行きましょう。七夕様です、どうぞ。はい、はい、そもそもおじさんしか見てない。いやあなたのインスタね。このコーナーもね。いや、そんなことないよ。さあ、僕、私は背でいきたいと思います。まあ、吹奏楽部の彼で、うん、セッションしたいね、クラリネットと。いやいやいや、5年修行しろお前。それしかすんない。チクシクシで作業の旅、2枚のカルタが完成したところで、はあはあはあ、店ありそうやな、ちょっと。ちょっと昔ながらの感じが、うんうん、あ、お菓子屋さんあるぞ。あ、ほんとだ。うわ、なんか立派な天本屋かな。ちょっと行ってみる。ちょっと見てきます。お願いします。すいません、じゃあ、ももちゃまスターという番組で、はい、あ、こちらいいですか。ああ、いいね、いいっす、いいね。訪れたのは駅から徒歩5分の場所にある貸し所、天本屋。すいません、失礼します。すいません。うわ、あ、お二人で。あ、じゃあ親子で。そうです。お店はどれぐらいやられてるんですか。1972年から。おー、じゃあもう50年。初代ということですか。そう、もう3代続いてるんですよ、里が。私、次男坊なんで、はい、じゃあその本家も和菓子屋でずっと3代続いてて。まあ、そういうことです。兄弟で同じとこでするとですね、はい、あんまりいい話は。いやライバルになっちゃいますもんね、競合で。でもこれ和菓子屋だけど、ほら、ケーキとか、はい、洋菓子もやってるんですね。あのプリンとかこうあるんだよね。そうですね、昔からやってるんで。前は結構クリスマスケーキとかもホールでいっぱい作ってて。あ、お店としてのおすすめは何ですか。は、これですね、甘酒まんじゅう。これは渋い。これぞまんじゅうっていう。これも昔からある作り方のまんじゅうっすよね、多分。そうですね、はい。どうしようかな。でもおすすめはやっぱみんな、ここか、ここか。これはやっぱ行った方がいいんじゃない。うん、そうですね。これですね、あの組合でやってるやつなんですよね。はい、組合博多のみなっき。あー、美味しそう。でも、はい、ご主人的にどっち食べてほしいですか。どっち、あ、そうですね、いや、まあ、自分的にはもう全然こっちを美味しい。組合よりもそれはお店の。じゃあ1個ずつ食う。あ、じゃあどっちかでやろうよ。うん、来ました。お店の方のおすすめですね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。甘酒まんじゅう、これがもうね、雑だよね。いただきます。うまい。もうあんこがもう本当に上質。おいしい。こういうのの最高峰かもしれん。うまっ。ドシンプル。
で、教会が推してる宮崎ですか、がどうし、なんかめっちゃ売れたんで、うん、今ちょっと社長がどうにかして今作って、なんとかなりそうですか、なんとかなると思うんで、ちょっとお願いしますね社長の吉明さんがなんとかしてくれましたが、社長いけました？なんとか。なんとか1個。なんとか。今もう急ピッチで作られたんですか？最後の。最後の1個。今用意できるもう最後の。まあ、それだけ人気っていうことよ。うわでもなんか涼しげ。涼しげやな。じゃあすいませんけど矢野さん、私が、うん、そうね、いただきます。豪快。うわ。うまい。夏スイーツですね。おこの周りのこのベチョベチョのやつはこれでしょ、いやいやいや、あのまあそうですね、クズとあとわらび粉も入ってます。あ、美味しい、食べ応えもあって、なんか浴衣美女と花火でも見ながら食べたいね。え、奥さんいる、食べてくんないの一緒に。あ、そっか、なんだかしょっぱくなってきちゃった涙、涙でかなそれでは菓子どころ天本屋で一句、作業の佐藤氏。じゃあ私はさでいきたいと思います。こちらザ・まんじゅう、久しぶりになんかこういうまんじゅう食べてやっぱうまかったっすね。ねえ、こうなんか懐かしい感じの素朴な、うん、いや本当誰にでも美味しいまんじゅうでしたね。いやまんじゅううまいです。はい、はい、そして私しですね、うん、しがらみはありますが味は最高。いやないよ、いろいろね、すごい苦笑いしてるよ味がやっぱ素晴らしいですよ。首が斜めになってるから来てもらえば分かると思いますんで、ね、ぜひぜひ、すぐなんで来たら。博多ハリコの、おお、2300円かさあちょっと駅から、そうですね、離れましたが紫の方に来たのかな、うん、この辺もちょっと店が、もう、あ、なんかありますよ。雑貨屋？あ、雑貨屋か。これぞ。これぞ。雑貨屋さん。あ、なんかいい感じ。喫茶と雑貨で。ちょっと見てみる？じゃあ、いけるかな？ちょっとやろう。びっくりしてらっしゃいますね。こんにちは。あ、こんにちは。いいですか？ももちゃまスターという番組で。はい。すいません。ちょっとお邪魔していいですか？どうぞ。あ、オッケーオッケー。訪れたのは生活雑貨と喫茶の店コレゾ。失礼します。お邪魔します。こんにちは、オーナーさんですか？はい、よろしくお願いします。いきなりちょっとね、まんじゅう食べたんでさっきできればちょっと雑貨を見せていただけたら。あ、どうぞどうぞ。いいですか？はい、これはあれですか、オーナーさんがセレクトした。招き猫とか、これどっかのあれですか？はい、博多ハリコの。博多ハリコ、はい、博多ハリコってご存知ないですか？おお、2300円か思ってたより高かった。予想いくらぐらい？800円と思ったんだけど、ごめんなさい、まあまあまあ、なんかやっぱせっかく来たらね、買ってほしいですよね。はい、はい、高いの、高いの冷やかし会ってことになるからさ。これなんかこうコンセプトみたいなのもあるんですか？最近ちょっと韓国で仕入れに行ったので、はい、韓国アクセサリー。ああ、やっぱ韓国だね。はい、これも韓国。はい、枕カバーです。枕カバー、これ、なんか派手ですね。あ、本当や、枕入れるようになってるわ。へえ、気持ちいいんです。イブル、キルティングで。はい、イブルっていう名前で。確かに気持ちよさそう、これ夏場とかね、冷たくて。サイズはやっぱ油男や、ね、油男やから頻繁に洗わなきゃいけないじゃん。じゃあ洗いたいよ。いや、こう洗えてめっちゃいいよね。これ買わせてやるんですよ。お買い上げです。いや、でもマジでいいよこれ。なんか買うみたいな感じで自分で首絞めちゃってるよ、ね、そうだよ。まあでも、いや本当にいい買い物なんじゃない。今度ないもん。いや、まあ、もしあれだったら番組で。いいんですか？あれどうする？いや、早い早い早い。今年の誕生日プレゼント。いや、それはまた別でいいですよ。いやいやいやラストは生活雑貨と喫茶の店コレゾで一句、作業の巣。私巣でいきますね、うん、こちらすやすや寝れそ う, うん、これもういい、これあればね、はい、うん、もう娘にやっぱねおじさんの匂いって言われないけど頻繁に洗って、ただ乾燥してるから出る油っていうことだけ伝えさせておいて、
不潔じゃないと。不潔じゃないですよ、うん、すいませんけど、はい、スキュリテーションが下がってしましたオーナーさんの。オーナーさんどうしたんですか。匂いはしないです。あ、本当ですか。良かったです。はい、良かったです。ぜひ枕カバー買っていただいて。枕カバー、はい、まだあと何色か残ってます。はい、はい、ありがとうございました。